日本近畿地方大阪府大阪市北区、中央区淀屋橋淀屋橋淀屋橋は、大阪府大阪市を流れる土佐堀川に架かる御堂筋の橋、または、橋梁及び淀屋橋駅周辺のの地域名。なお、淀屋橋という行政上の正式な地名は存在せず、一般的には、橋のかかる北区の中之島や中央区の北浜付近の地域を指しており、周辺は、 大阪の代表的なビジネス街、金融街となっている。橋梁は大阪市北区中野島一丁目と中央区北浜三丁目を結び、国の重要文化財に指定されている。橋の南西に今日構えていた江戸時代の豪商、淀屋が米市の利便のために加強したのが最初で、共名もこれに由来する。米市は橋の南詰の路上で行われていたが、1697年に、 道島へ移った。現在の橋は、都市計画学者の管一代七代大阪市長による、御堂筋格福工事の一環として、1935年に完成した鉄筋コンクリート造りのアーチ橋で、橋長53.5メートル、福院36.5メートル、淀谷橋とタイになる、道島側に架かる、御堂筋の橋である大江橋も同年完成で、 両端のデザインは1924年の大阪市第一次都市計画事業で公募されたものである。パリのセーヌ川を参考に景観に配慮したデザインは一部補修された以外は喧嘩された当時のままで市の第一次都市計画事業の目指すところを構成に伝えている。2008年には大江橋及び淀屋橋としてコンクリート橋としては珍しく重要文化財に 指定された。橋の近くには、淀屋橋港があり、水上バス、アクアライナーが就航している。土佐堀川の北には中野島、南には北浜及び地域名の船場が位置している。もともと、大阪市電淀屋橋停留場の開業後も、淀屋橋が船場北西部及び中野島東部の地域名になるようなことはなく、顕著になったのは、 地下鉄未道筋線淀屋橋駅の開業を、さらには1963年の京阪本線延伸による同駅のターミナル開港である。北区の中の島側には大阪市役所、日本銀行大阪支店、朝日新聞大阪本社があるほか、他にも日本生命本社や大阪市の関係機関などのビルが立ち並び、 今日のように梅田が大規模なビジネス街として発展する以前からの大阪の伝統的なオフィス街である。また、船場側には住友ビルディングを中心に住友グループ系のビルが立ち並ぶエリアがあり、通称住友村と呼ばれる。橋の南側に位置する淀屋橋交差点に面した土地は大阪市の中でも非常に高水準の地下となっている。 土佐堀川に架かるアーチ型の淀屋橋をはじめ、日本銀行、大阪府立中野島図書館、大阪市中央公会堂の建物など、戦前からの歴史的建造物が立ち並び、景観についても条例などによって規制され維持されている。また、2000年代現在は緩和されている、その後、大阪市が高さ規制のさらなる緩和を表明。それを受け、淀屋橋交差点南東及び、 南西の区画に超高層ツインビルを建設する計画があったが着工には至っていない。ありがとうございます。